はい、皆さんこんにちは。ボリオ TW ゴフチャンネルへようこそ。今日のお話ししたいことは構えです。ではやっていきましょう。はい、さて、構えなんですが、私は、2008年頃からレッスンをスタートしましたが、人に教える時に最初に見るのはグリップと構えになります。なぜならこの2つでその人のスイングの技量が分かるからです。この構えというのは本当に大事で、前回お話ししたスイング軸の大切さにも関わってきます。この構えができることによってスイング軸を保ちながら回転できるようにもなりますし、スイングの簡素化、再現性の高いスイングも可能になります。つまりこの構えというのは人間の構造上最も理にかなった構え方ということになります。はい、ではそれを松山英樹選手のスイングを見ながら説明していきましょう。はい、では、やっていきましょう。まず松山英樹選手のドライバーとアイアンの構えを見ていただきたいのですが、基本的に両方とも同じです。何が言いたいかというと、ドライバーもアイアンも同じ感覚で打つということですね。ゴルフはなるべく、簡単にシンプルにしたいので、ドライバーのスイングがあってアイアンのスイングもあるではなくて、両方とも同じように振るということが大事になってきます。このドライバーとアイアンの違いといえば、ボールの位置と足の幅、この2点だけです。はい、でこの構えで一番大事なことは、背骨の傾きです。この傾きは左肩、左つま先の線と平行になります。はい、この背骨の角度っていうのは、実は、インパクトの角度と同じになります。つまりアドレスの形っていうのはできるだけインパクトの形と同じにしたいわけですね。それでインパクトと同じ角度にすることによって、最初の、アドレスした時からインパクトまで体をその軸をぶらさずに回して戻すというだけの単純な動きになって、再現性の高いインパクトを迎えることができます。このアドレスは他にも利点があって、背骨が右に傾いているので右腰が据えしにくくなります。ちょっと言い忘れたことがあったので付け足したいと思います。この構えとこの背骨の軸を傾けるときに、背骨だけを傾けるのではなくて、骨盤を同じように傾けてください。つまり背骨に対して骨盤が必ず垂直になるように構えていただきたいですね。そうしないと機能しませんし、背骨を痛めることになるので気をつけてください。どういうことかというとですね、ドライバーの画像を見ていただいて、やり方としては構えた時に、傾け方ですね、背骨の軸を傾けるにあたって骨盤を目標方向にちょっと移動させて、この状態の傾きを作るということですね。はい、そうすることによって骨盤と背骨が垂直になってきれいに回転させることが可能になります。続いてお話ししたいことがありまして、なぜ韓国の女子の選手は強いのかということですね。一言で言うと、非常に素晴らしいスイングをしているということになります。皆さん結構思っているかどうかわからないんですけど、誰も結構似たようなスイングをしていると思いませんか。つまり何が言いたいかというと、彼女たちはきっちりとポイントを押さえてスイングしているということですね。つまり、
人間の構造上最も再現性の高い位置というのを理解していて、それをきっちり取り入れてスイングをしているということになります。で、今回説明したようなポイントも彼女たちはしっかりと押さえてスイングしています。はい、それでは線を引いていきましょう。まずシンジェ選手ですね、線を引いていきましょう。はい、続いて、左側ですが、ジヨンコ選手ですね、去年のアメリカツアーの賞金女王ですね。はい、このように、はい、しっかりと背骨の軸が右に傾いていて、左肩と左つま先の線上、まあ、線上というか、線と平行に構えています。はい、ではまずシンジエ選手の、スイングの解説をしたいと思います。バックスイングはしっかりと右腰が据えせずに回転できています。そこからダウンスイングなんですが、彼女の場合は、頭が後方に落ちてインパクトを迎えています。これは打ち出し角度を上げようとした動きだとは思うんですけど、この動きだと引っ掛ける要素が入ってくるので、あまり振り抜けるスイングとは言えないですね。なのでちょっと合わせて打ってるような感じになりますね。なので彼女の平均飛距離っていうのはそんなに高くないと思います。ですが打ち終わった後に、また戻ってフィニッシュしますね。はい、続いて G4 コー選手ですね。彼女の場合はきっちりと同じように右腰が据えせずに、線内をキープしながら、そして彼女の場合は、もっと綺麗に背骨の軸をキープしながら、バックスイングをしています。でここからですね、ここからダウンスイング入るのですが、チンジェ選手と違ってきっちりと頭を残して軸をぶらさずダウンスイングに入ってきています。でそのまんま振り抜いているので、きっちりと振り抜けるスイングをしている形になります。でずっと背骨の角度をキープしながらフォロースルーも出していっているので、非常にいい感じで振れていると思います。素晴らしいですね。でフィニッシュも、線から出ずに、線内で回っていますね。これは非常にいいですね。はい、皆さんいかがでしょうか。必ず、上位に来る選手っていうのは素晴らしい技術を持ったスイングをしています。で今回は構えだったのですが、その構えにで大事なことっていうのは背骨の傾きですね。それをインパクトの形にできるだけ近い形にして、その形を維持しながらスイングをするということです。つまり背骨の軸をスイング中できるだけぶれないように、まあ、左右にずれたり上下にずれたりしないように振ることですね。これができるようになったら、必ず再現性の高いスイングができるようになるので、皆さん頑張ってください。はい、それでは今回の動画はこれ以上とさせていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。